このページのメインコンテンツへジャンプ速報ニュース一覧へジャンプメニュー一覧へジャンプ文字の大きさ小中台印刷2017年11月30日1250更新株式会社人弁日本橋田芝が人弁アンバサダー早見もこみちさんとコラボレーション3ヶ月連続企画株式会社人弁東京都中央区代表取締役社長高津克幸は日本型食生活をテーマにした日本橋田芝 NIHONBASHIBAR において人弁アンバサダー早見もこみちさんと共同開発したメニューを12月1日より3ヶ月間で3種類品種付き発売いたします。ぜひ、人弁の鰹節だしベースに早見さんならではのアレンジ。お聞かせた期間限定メニューを月ごとにお楽しみください。第1弾、2017年12月1日、金曜日、チルダ12月31日、日曜日、だし香る担々スープ360円、税込み、画像 https://trimes.jp/1949年518です。ized.1949年518735932.jpg 商品特徴、鰹節だしとごまの風味がバランスよく、豆板醤や生姜、ニンニクで深いコクに仕上がっています。具材、里芋、鶏ひき肉、厚揚げ、白ごま、小松菜、第2弾、2018年1月2日、火曜日、チルダ1月31日、水曜日、だし香るは薬膳スープ360円、税込み、画像に https://1949年518rezed.1949年518154.0.1.jpg 商品特徴、鰹節だしと薬膳の香りでリラックスします。福好みが可愛らしい彩りで、生姜がアクセントになっています。具材、肉団子、大根、ひらたけ、玉ねぎ、人参、生姜、白ごま、福好み、青ネギ、第3弾、2018年2月1日、木曜日、チルダ2月28日、水曜日、だし香る豚バラのエスニック風スープ360円、税込み、画像サンクスプルティ。mes.jp/1949年518rezed.1949年518916602.jpg 商品特徴、鰹節だしにエスニックの要素、辛み、甘み、酸味、食感にこだわり、ご飯との相性もとても良い、新しい味をお楽しみください。具材、里芋、大根、豚バラ肉、さつま揚げ、生姜、ほうれん草、パクチー、レモン果汁。今回のコラボレーションについて早見もこみちさんからのコメント。メニューを考える際、1、2月は濃厚、1月は健康や体に優しく、2月は酸っぱさっと、それぞれの時期に合わせたテーマを設定し、毎月楽しめるような味で変化をつけて考えてみました。試行錯誤しながら人弁さんと考えたスープを、ぜひ毎月お楽しみください。暖かく、だし香る、コラボレーションスープで、寒い冬を乗り越えましょう。販売店舗、販売時間、日本橋田芝、NIHONBASHI。だし BAR、国内全4店舗で販売いたします。日本橋田芝本店、11時から14時、ランチタイムのみ日本橋田芝羽田空港店、7時から22時日本橋田芝プラスエクスパーサ海老名店、8時。チルダ22時日本橋田芝丸ビル店、11時から21時に、ギワイハー20時、各店舗の住所、連絡先などの詳細情報は、ホームページをご参照ください。sus.ninben.co.jp 本店田芝、日本橋田芝店舗情報、早見もこみち氏プロフィール早見もこみち早見もこみち、県音所属生年月日、1984年。
8月10日出身地、東京都特技、料理俳優として様々な作品に出演する傍ら、特技の料理を活かし、2011年4月から、ジップにて料理コーナー、モコクオートエスキッチンを担当する。2013年、レシピ本、モコクオートエスキッチンがフランスのグル。万世界料理本大賞の日本料理部門でグランプリを受賞した。その他、TBS テレビ、人間観察バラエティモニタリング、などのバラエティ番組にも出演し、幅広い年代に人気が拡大中。また、2018年4月27日には映画、隣の怪物くん、東宝の公開が控えている。昨年6月にはキッチン用品ブランド、MOCOMICHI 早見をプロデュース。2017年3月1日より人弁アンバサダーに就任。プレスリリース詳細へ。